この番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。イチプラ瑞穂台店は東上線瑞穂台駅1分の雨も我慢できちゃう駅地下のホール。膝が痛むユーザーも安心の広々としたワンフロア設計。心を動かすのはいつだってとびきりの笑顔。残念。あ、撮ってる。うおー、レインボー、8連覇確定です。さあ行きましょう。はい、ミサオ出てきて、はい、まあ5個ぐらいは取りたいですね。うわっ、うわっ、まさか、あったあったあった、ナイスー。もしかしたらこれずっと出続けるかもしれないね。うまし。うわっ、対決いっちゃった。あれ、これ終わり？わからない。うわ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 、3つかな。はい、赤まで。あ、エンブレムなんで5セット、やりました。これ5000枚見ましたね。ここまで来たら絶頂と裏モード行きたい。あの、唯一ね、この12位締めっていうのだけが本当嫌だ。こうなっちゃうとね、やっぱりボーナスここでいけないともうひと伸びしないんですよ。行った、豪大寺行った、そして弁当箱。もうさすがにここまで来たら勝ってほしいね。紫ナビとか出てくれたらありがたい。紫ナビもしくはパネルショート。あー、普通です、普通のノリを。おおおおおおお、チャンスアップなし。ベル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 、ダメだ、弱い。全然ダメ。そして広角もいってない。なんだよ。頼む。先か。よし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 、メンコだけど MB。頼む。もう一丁お願い、行って、お願い。よし、頼む、まだあるよ。お願い、行って行って、よし、やった、ついにボーナス。危ない。15日目、
約。ちょっと気分よく歌を聴きましょう。4か6、ただ6の要素がありません。さあ、あー、ないか。はい、ベルが12個。これベル取るゲームですから。あれ、降格だ。忘れてました、降格。さあ頑張ろう。あー、天国はないんだ。厳しいな。はい、ちょっと怪しいとこ来ました。見えてる分だと38がラスト。あー、終わりました。うん、かなと思いました。はい、38セットで4625。むっちゃ出ました。推定設定は4です。さあ、引き戻しがあるかどうか。今40ぐらい回してるんですけど、今引き戻しはなさそう。設定4だとすれば今がやめ時な気がするんですけど、49ゲーム。ああ、いってる。30。この対決連まで確認してですかね。そしたらちょっと一旦ちょっと店内の様子見ながら打ちましょう。特訓入るかね。55ゲーム。何特訓。まさか引き戻しの超遅い引き戻し。これもう 90% ですからね。はい、71ゲームで対決、16ゲームですね。うわー、本当ですか。やば、引き戻しか。引き戻し分からん。まあでも前兆の始まり方からいくと引き戻しっぽい。そうすると今日初当たり4回引いて1回引き戻し。まあ、といっても、ね、引き戻したからとてまた5000枚出るわけではなく。まあそうならね。はい、2セット分追加。まあ、今引き戻しもありつつ、まあ4、5、6っぽい。それはまあ間違いないのかな。
チャンスチェリーも引かないし、チャンス目138ゲーム、まあ、やめ時としてはいいところで引いたかな。さあこの15のゾーンで引けなかったら、ああちょっともう厳しいのかなと思ってたんですけど、チャンス目かチェリーどっちか勝つ。うわチェリー引いた。あら何のエフェクトもかかんなかったな。チラシが1枚ピラってきただけ。弱っ。チェリー生かされず、わあここでやたらベルを引いちゃうけど、あさっきの対決チェリーからですかね。これが168でいきました。さあもうほぼラストだな。早い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 、180ゲーム、これいくんちゃう。あーここで MB 引いちゃうあたりプロ、こんなもん負けられんわ。勝ちきれ勝ちきれ、よし、チャンス目チェリーかな。ナイス。はい、今日これで6回目のね、いただきジャーニーです。これ6あるのかな、ちょっとわかんないです。でも今のは引きだけでいったような気がするので、こんなに設定の下の出ない6ないよな。今3600ゲームしか回してない。さあ頑張ろう、せっかく当たったからね。今300枚ぐらいは使っちゃったと思うんで、まあ、まずは3セット目標に。ふう、また天国は引けずかな。これはそういうことですかね。あ、いった、あ、いった、うまい、完璧。はい、これで対決勝利確定。そして、絶頂の可能性が 30% ぐらいある。いや、これでどうやって絶頂引けばいいんだろう。まあ、赤ランプ来てくれたら最高。頼むぞ、ドキドキしてきた。よし来た、うまい、やったぜ、今日一番来たかったやつ。これ多分4か6なんですけど、もう今日来ないと思ってた。さあ行きます。はい、で絶頂はまあ2つはストック確定なんで、勝負になるのは3つ目から。ただそれまでにちゃんと MV うまい、ベルトが引けば、書き換えがねこれで上乗せするみたいなもんなんで。はい、でこれで1個目でもう1個は確定。あ、うまい、ベル引いた。ちゃんとベルを引かないとダメですね。
MVP。 でこれで書き換えて上乗せしてる可能性もありと。はい、ここまでは保証分、食堂以外。うわうわ、やばい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 、弱い、危ない、あはは、嘘。うわー、2つ最低。まあおそらく出しすぎちゃったんでしょうね、これまでにね。はい、うわー、せっかく引けた絶頂が。まあでもこれで3セットは確定。レイアク引こう。いかない。さあ、ストックはもうありません。はい、絶頂を引いた回、389枚。厳しい。さあ、対決か、絶頂か。絶頂じゃないや。ああ、忘れられない、引きずってる。対決か、特訓かですね。いや、レイアクも調子よく引いちゃってるな、ここで。はい、特訓でした。これは引き戻しの可能性も高い。42でいきましたね。15ゲームかな、57ゲーム。はい、マダラです。頑張れ。赤。熱い、燃えてます。うわ、強い。これは6かもしれん。いや、これベルから行ってないんで引き戻し。もう一回絶頂引こう。おお、チャンス。あ、ベルの対決だ。そうか。ダメだ、ベルの無駄遣い。あ、ステージアップ。わお、ここでね、ここでステージアップ。ストックの匂いを感じる。ストック臭がするね、これ。ああ、しかも棒大事。うわ、早っ。あ、確定。今日2回目。なんだ、天国だ。あざもーす。ここは絶頂なしと。
入った。うお、入らないと思った。いい子取りました。でストックが今どうえらいことになってる。え、いくつ ?22 ベルが22。ベル22のストック1の、かつステージも高いと。やばい、伸びちゃうやつ。はい、もうストックない、危ないです。あー、終わったかな。はい、2セット、まあでも ボーナスやら前のセットの分を足して713。はい、実質は300枚ぐらいかな。6かもしれないという要素を1個も言えないですね、これ台。引き戻しが2回あった。まあ、初当たりが、ね、5回来て2回は引き戻したと。312でちゃんと煽りが来るんだ。あー、すごいな、ちゃんと32で全長です。対決即特訓です。218ゲーム。まさかこれで当たっちまうパターンか。バドミントンなんだ。うわー、熱、当たったなこれ。これ6かもしれん。あ、通常ビビ引いた。ついにこれ6だわ。なんだこの目。これはもう、あれ、あ、そうか、ここで入るわけね。はい、通常 BB で確定チェリーを引くという、どういう展開だろう。これで一つストック取るのかな、ちょっと分かんないっす。はい、ストック1個取ってベルが20個あります。ああ、ありがとうございます。え、あ、僕も買ってお渡したんですけど。すいません、じゃあいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、させていただきました。ありがとうございます。あー、終わった。431枚。さあ、通常 BB からだったんですけどね。
いただきジャーニーか。やりました。ああ、モードアップ。うわ、豪遊郭だ。あーちー、やりました。これ、引き戻しですね、おそらく。あ、あ、うまっ。ストック3つです。ストック3つです。はい、最後の最後に32ベルを超えるというところまで来てしまったのでやめます。300くらい回して最後は終了ですね。はい、はい、それじゃあ流したいと思います。お願いします。番長のおそらく6です。ちょっと確認はできませんでした。はい、5700枚、ありがとうございます。はい、というわけで番長3を1日打ち切って、5000枚オーバーやりました。まあ、朝一、まあ、馬事絆にね、いつものごとく、行こうかなと思ったところ、まあ、やっぱり番長3に設定を使っているというのはまあまあ見ていただければ分かるかなと思うんですけれども、前日、まあ、へこんでるね、台2日連続へこんでる台はそのままにはしないよというお店ですんで、そういうところを狙っていったわけですが、まあ、比較的当たりも軽くですね、もう内心絶対6だろうと思いながら番長3打つことができました。途中からは非常に疑ってまして、夕方18時ぐらいまではもう4かなとちょっと半分諦めてたんですが、まあ、夕方にですね通常 BB と、確定チェリーを引くことができまして、まあ、で、まあ、結果的にそこから、ね、まあ、最後まで回したんですけれども、まあ、朝一結構一撃で4000枚ぐらいバーッと出てくれたというね、まあ、最大の3枚というか、出玉で言うと6000ぐらいはいったんですが、流した枚数は5000ちょっとという形になりました。はい、というわけで、本当閉店ギリギリまで打っていて、まあ、これが設定6の挙動なのかというのはちょっと体感でね、感じられましたんで、引き戻しをめちゃめちゃしたんでこれが一番かなと思うんですけど、まあ、ちょっとねまた次回も番長3でがっちりやりたいと思いますんで、またちょっとご期待いただければなと思います。はい、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、というわけで今日はこれで終わります。バイバイ。